横浜で司会の夢は日本制覇だった。わしは今でもその夢を見てと思ってる。浜から日本制覇。この前ボンと少し飲んだんですが、ボンはまだ極道になりたかったんですよ。会長の意思でボンは仇って話だろう。話半分で聞いてろ。はい。わしらなくして今の日本はない。いくらヤクザがおとなしくなったといっても暴力を抑え込むのは暴力だけだ。明日の10時に再度連絡します。教えなければ娘と母親を殺します。人の召し外れた下等には出かけず。親父が黒だと言ったら黒だ。ただそれだけなんだ。上杉の刑期が伸びた今、直江を本部長において宗像を補佐に回してはどうかと。プロスさんですか。ご無沙汰してます。うちの姉さんと会長のお孫さんがさらわれた。その件で会いたい。こっちから出向きますんで。これ執行部が関与してるってなりゃ波長会も大騒ぎですね。それが狙いなのかもしれないし。兄貴、それより大変な情報を耳にしたんですが。昨夜ボンから連絡があった。星沢さんに託したって。召し替え。この世界でもその名は知れ渡ってきたよな。悪い、ラーメン作ってた。夫が突っぱねた。動いてくれ。俺だ、始末したから。そうしたの。兄貴はな、烈士会を作った会長に小さい時に拾われて育てられたんだ。兄貴ほど会長に忠義が厚い人はいねえ。まあ、罪を持つより兄貴は東洋会に貢献してんじゃないか。兄貴、八王子の半グレグループの情報が入りました。そうか。いい加減に離せ。殺す。バイト辞めたくなったか。何言ってるんすか。俺は杯もらうって宣言しましたよ。俺はヤクザの生き様を全うすることに決めました。うまかったか。はい。この世界足踏み入れたら死ぬまで極道だ。その覚悟があんなら一気に飲み直せ。宗像組を立ち上げる。